一力二郎8月12日から1970年7月7日は日本の実業家、河北新報社元社長、会長、社主。河北新報社創業者である一力健二郎の次男として宮城県仙台市に生まれる。1917年京都帝国大学法学部、卒業後、コロンビア大学、オックスフォード大学に留学し法律学、新聞学を専攻。 帰国後、東京にて弁護士を開業する。1924年1月1日、地下北新報社、入社。副社長として、父を補佐する。1929年には、父が成居したことに伴い社長に昇格する。また、弟である五郎が、実質的な副社長として、兄を補佐した。社長、会長時代は、東北の振興に力を注ぎ、 東北開発三方の制定に傾注した上、政府の東北開発審議会委員となり、計画の策定や実施に貢献した。また、東北経済連合会や東北放送の設立にも参画したほか、日本新聞協会常任理事や共同通信社理事、国際新聞編集者協会国内委員等、100位を超える役職も歴任した。温厚特実で謙虚な性格が、 多くの人より敬愛を受けた。1970年7月7日、急性骨髄性白血病で逝去。海名、秋の林殿、県誉ト田ル園大孤児。1971年、東京千鳥ヶ淵の新聞人検証記念像、自由の群像に名が刻まれ父と共に、親子2代にわたって検証を受けることとなった。 夫人との間に三男二女。長男として一力一夫がいる。ありがとうございます。